はい、えー、寺田稔総務大臣のこの顔がね、また出てきてしまいました。まあ、広島の恥、もう広島の恥、広島の恥でございます。まあ、あれですね、岸田総理大臣を筆頭に、え斎、ー、藤哲夫国交省もね、ずるいことをしてますし、えー、そして広島3区ばかりか、この寺田稔、広島2区、この広島2区でもね、こういうふうなね、悪党ぶりを発揮してます。 まあ、バレたらしょうがないからやめるか、みたいな感じですよね。えー、記事を読んでみましょうか。政治と金をめぐる問題で総務省を更迭された自民党の寺田みのこれ、広島国ですね。えー、こちらがですね、当広島県連の会長を辞任する意向であることが25日分かったというか、こんな人が代表を務めてる、まあ、広島県連ですから、ここも腐ってますよね。まあ、クズがガン首揃えてるんでしょう。まあ、あの、一度きりしかない人生。 誰に迷惑をかけようと、恥ずかしい思いをしようと、全然構わないと。自分が、もう、道のど真ん中歩いていけば、あとはね、貸し付いていくだろうという形でね、随分勘違いした人間ですけども、こういった人間はのさばるんでしょうがないですよ。で、ここにも書いてますよね。何信頼と実行ふざけるなっていうね。何が信頼と実行だと、いうことでございます。まあ大体ね、こういう、寺田実というね、人物はね、 地元では本当に批判の多い人間で。で、なんかその、美味しいおこぼれに預かれる人を囲ってですね、なんとか、やっとこさ、当選したわけですけども、勘違いして自分が偉い人間だと思って、のさばってるわけですよね。俺の目の前に出てこいって言うんだよ、これ出てこいよ、これなら。まあこんな感じでございますね。はい。えー、まあおじいちゃんになっても、 強欲でございます。小太りじいさんのね、なんかその、コブが両方についちゃった、あの、小太りじいさんの物語を思い出しますけどもね、目の上のタンコブってこんな感じでしょうかね。まあけどね、本当に、岸田総理をはじめ、すごいっすね、広島から出てく人間は。うーん。次から次へと、悪度いうことを考えて、で、実行に移すというね、まさに、悪度、 する信頼はあるというね。この人はどうせ悪いことしてるだろうと思ったら、その信頼を裏切らずに、ちゃんと悪いことしてると。まあでもびっくりしたのね。いやー、岸田総理、岸田さんはね、バカ真面目、クソ真面目だかと思ったら <laughs>、やっぱり政治家らしいずるさを発揮してましたね、やっぱりね。うん、信頼できる政治家は未だあられず、それが広島でございます。うん